どうもです、オーバーザウォールチャンネルの宮健です。ですね、今福岡にいまして、この間昨日一応報告会があって、非常にうまくいきました。で、そう、このオーバーザウォールチャンネルはあのチャーハンと僕がいる時じゃないと撮れないから、そう、なんかね、福岡はね、またいろんな手伝ってくれる人たちとかがいて、なんかめちゃめちゃね、こうなんかね、盛り上がってました。すごい良かったです。で、一個やっぱね、気づきとしてはね、そうね、このオーバーザウォールチャンネル今何回作ったかな、5、6回、5回アップして、まあ、気づいたことはちょっとやっぱね、俺のテンションが低いもうちょっとやっぱ上げていかないとダメなんだね。やっぱね、 YouTube の人たちが結構ワーイってやってるのの理由がちょっと分かりましたなんかダラダラやりすぎたらやっぱね、見る気がなくなっちゃうよねっていう。なので、まあ、ちょっとね、テンションを上げようと試みてみます。頑張ります。今っすね、ちょうど中洲の方、博多のあっちがキャナルシティがあるところを今歩いていて、まあね、昨日も結構ね、遅くまでみんなで飲ませてもらって、やっぱ博多のご飯はね、やっぱ美味しいし、最後に屋台でフラッと入ったラーメン屋さんもめちゃめちゃ美味しくて、なんかそのおばちゃんとの話とかもすごい良かったです。やっぱ博多いいね、みんながいいっていうのがよくわかるっていう感じでしたね。あとですね、福岡のオーバーザウォールスタッフっていうのがですね、実は集結していただきまして、まあ、彼らと共に、まあ、オーバーザウォールの説明と、あとまあ簡単なワークショップを含めたイベントをこうやろうということで、僕ら来ました。で、来ましたというか、まあ、実は昨日イベントやりました。そう、まあ、その様子はこちらでこんな感じです。こんにちは、はじめまして、宮崎健介と言います。はい、じゃあ第5話、ハイチ。ありがとうございます。僕の感覚では。ありがとうございます。皆さんがどう感じるか。あ、そうか、そうか、はい、皆さんがどうでしょう。と感じるか。どうでしょう。ある OK の人、拍手。はい。ダメなし、ノーカウント。オンリーワンゲームっていう、いつもいろんな国に行った時にやってるゲームがあるんですけど、まあなんか自分が書いたものがオンリーワン、誰も書かなかったら勝ちっていうゲームで、それがね、大人がね、超エキサイトしてめっちゃ盛り上がってました。じゃあ次のテーマはここに出します。いきますよ。じゃん、赤いもの。はい、赤いもので書いてください。じゃあいきますよ。せーの、ドーン。あやとババなんすか、それ。違います。毛糸のパンツです。毛糸のパンツ。赤じゃないのあるでしょう。はい。マグマ。実は僕いろんな場所でやっていて、たまたまこの赤いものっていうのを中学生にやったんですよ。そのちょっと回答例をぜひ見てもらいたいんですけど、これ超おもろいっすよ。これなんだろう。ミッキーのパンツなんすよ、これ。ミッキー描かずにパンツだけ描くってすげえ攻めてないですか。思います。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。今はやってることやってるんだけど、まあ、その部屋から出すことができなかったけど、そこでこう、はい、お疲れ様でした。よかったっしょうね。なんかすごいワークショップが盛り上がったよね。ワークショップが盛り上がったのと、チャーハンが入ってから笑いが、俺にも余裕ができた。やっぱね、やっぱ初めてだったから、ちょっと初めましての人が多かったから、ちょっと緊張気味最初はしてたけど、後半はもうバッチリして、いや、成功、成功でしょう。成功だと思います。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、そう、今日朝に新聞に出ました。ああ、そう、朝日新聞に福岡の朝刊に出ました。拍手。素晴らしい、ね、記者さんに来てもらって、なんかね、この前ね、プロジェク
このイベントの1週間前ぐらいに西日本新聞さんに結構でかく載ってバーンと、それがねやっぱしかもカラーだったから結構インパクトがあって、で朝日新聞の方もその西日本新聞で見て、あ面白そうと思って取材してくださったみたいで、はい、今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。三宅健でした。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。皆さん超えていくぞ。オーバーザボーイ、イエーイ。もう一回冷静だから、ね、現場でもこうなんですよ。